はい、皆さんこんにちは。はい、テンション外周のハイガイでございます。ということで皆さん、ポケモン大好きですか？聞こえたふりするよ。ということで皆さん、ポケモン大好きですかって、いきなり聞くんですけども、大体の人は好きですね。僕もポケモン好きです。ポケモンスタって、生きてきたんですけれども、今回はちょっとね、紹介するのが、面白いね、Twitter アカウントが出てきました。まず最初にちょっとポケモンのことについていろいろ話したいんですけれども、結構昔、10年近く、10年もないかな、8、6年前ぐらいに、Twitch の、僕がゲーム実況してるサイトなんですけれども、ゲーム実況させていただいてるサイトなんですけれども、YouTube のゲーム版みたいな感じですね。アメリカ版というか、Amazon 版というか、なんですけれども、そこで、Twitch Plays Pokemon っていうものが、すごい、めちゃくちゃ人気になった時があったんですよ。どういうものかというと、生放送をしてるわけですね。で、ゲームが、ポケモンのレッドかなをプレイしてるんですけれども、チャット欄でみんなでそのポケモンの行動を操れるということでね。で、今じゃそこまで珍しくないんですけれども、当時はそれすごいまだ新鮮な感じだったんですよね。チャットにゲームプレイをさせるっていうのがめちゃくちゃ新鮮で、そのポケモンからいろんな、じゃあ今度はこれをプレイさせよう、これプレイさせようっていう人たちがどんどん出てきたんですけれども、今じゃ魚にポケモンをプレイさせるとかそういうのもあるんですけれども、なかなか面白いですけど、それ含めてそのTwitch Plays Pokemon でチャットでそのポケモンをプレイさせるということで、生放送でみんなでポケモンプレイっていうのが人気になった由来ですよね。で、今回はそれにちょっと似てる状況が、出てきました。どういうことかというと、なんと Twitter でポケモンレッドかながプレイできるようになりました。皆さん、どういうことって思ってるかもしれません。こちらちょっと見ていただけますと分かるように、こちら、コンスタンティン・リータードさんが、作ってるこちらのツイッターアカウント、なんとね、こちらのね、こちらのサムネイルでポケモンをプレイするというね、荒技に出たんですよ。これリフレッシュするとポケモンのスクリーンショットが変わってるでしょ。どういうことかと。これね、15秒のたんびにリフレッシュするとポケモンの、変わっていきます。どういうことかというと、なんか変わってるでしょ。あれ、サムネイルが変わってると。あれ、アイコン、ツイッターアイコンでポケモンをプレイできるようにプログラミングしたつわものがいるわけなんです。で、これはどういうことかというと、こちらの一番上に、固定されているツイート、こちらにリプライで A、B、上、下などね、書くことによってどんどん操作をねさせていくことができるらしいです。で、リプライの多さに応じてその行動をやっていくというアカウントらしいです。つまりその15秒のたんびに、今回このリプライはどれだけ多いか、A って言ったのが多いな、じゃあ A をチェックと。じゃあ次、今回次は B が多いから、15秒のたんびに毎回リプライ数、そのリプライ数で何が多いのかっていうのを確認しながら、行動していくということらしいですね。で、なんと同じツイートに同じコメントのリプライ、例えば A、B とかをツイートすることはできないらしいので、例えば最初の15秒で A ってコメントをリプライするじゃないですか。そしてもう一回 A って押したい場合は、一回その A って押したリプライを消してもう一回リプライしなきゃいけないっていう、ツイッター上の仕様なので、そういうことしかできないんですけれども、それ合わせてサムネイルでポケモンをねプレイすることができるようになりました。ブラウザーでこれ確認すると丸っこいまんまなんですけれども、携帯画面で、確認するとちゃんと四角くなって出て表示されてたりとかするので、そこら辺は、心配しない方が、多分携帯でプレイした方が、見やすくなるんじゃないかと僕は予想しております。ただ面白い試みだなと思って皆様にちょっとこちら紹介したかったんで紹介させていただきました。本当にすごいシンプルなことなんですけれども、このことについて知ってる人なかなかいないなと思って、リプライしてる人大体全員英語コメントの人たちが多いので、英語圏の人が多いので、日本の人たちもこれを機に参加してみんなでポケモンをプレイして見てみたらいかがでございましょうか。もう2021年なんかちょっと幸先あまりよ、幸先スタートがあまり良くないんで、ちょっとみんなでポケモンをね、プレイしましょうということをね、ちょっと皆様に紹介させていただきたかったなと思います。はい、ということでね、今日はこれにて、動画を終了させていただきたいと思います。また次の動画でね、お会いしたいと思います。では皆さん、アデュー。